こんにちは。人間関係で転職を考えている方の医療介護専門コーチ山田智子です。今日は職場だけでなく日常の場面でも出会うことのあるあなたと会わない人についてお届けします。どうしてここにも自分と会わない人がいるの？大人同士なのにどうしたらもっと会わない人とうまくやっていけるのだろう。そんな声を聞いたのが今日のお話の始まりです。人付き合いで悩むときは会わない人とのやり取りがきっかけということありませんか？私の場合はどうしてこの人と話が通じないんだろう、どうしてこの人そんなことで怒るんだろう、どうしてこの人と話してるとイライラするんだろう、そのようなことが始まりです。そして思い返すと、その会わない人はどことなくみんなタイプが似ていたりします。あなたはいかがですか？そしてその会わない人はあなたとコミュニケーションのタイプが違う人、そうではありませんか？それもあなたが持っていない、あなたと発想の違う人、そんな方が多いように感じませんか？どうしてと感じる合わない人とのやり取りを通じて、あなたの持っていないまたは持ってんのコミュニケーションの方法に気がつくため、合わない人がいるように感じています。自分の盲点が分かると、今度はどんな対策法を取ればよいのかになります。この対策法を発見する方法の一つがコーチングだと考えています。私も自分がどうしてという場面に出会うと、私の気づいていなかった点は何だろう、そこから始めます。あなたの周りにいる会わない人とのやり取りで、あなたが見つけたものは何ですか？ところで、コーチだからコミュニケーションでの困りごとないでしょと聞かれました。実はいっぱいあります。うまくいかないこと、自分の盲点に気づくこと、そんな体験があるからこそ成長を続けていけるのだと考えています。あなたの周りにいる会わない人への対策法、全7回の無料メールセミナーからぜひ手に入れてください。登録方法は YouTube のお知らせに掲載しています。詳しくはこちらをご覧ください。